路線網、ゴビア・テムズリンクレイルウェイは、ゴアヘッドグループとケオリスの合弁会社ゴビアの、傘下にあるイギリスの列車運行会社である。以下の4つのサブブランドを用いて運行している。イギリス最大の列車運行会社であるが、ロンドン周辺で大規模な路線改良が実施される、中で営業するリスクを抑えるため、他の列車運行会社とは異なり、運賃を収益としない代わりに、 一定の運行量を受け取るマネジメント契約での運行となっている。2014年9月にファーストキャピタルコネクトの後継として、テムズリンクとグレートノーザンの2ブランドが運行を開始し、2015年7月に同じゴビア参加であったサザンからサザンとガトウィックエクスプレスの運行を引き継いだ。契約満了は2021年9月の予定である。テムズリンクとグレート ノーザンルートの列車の運行は、テムズリンクプログラムの実施に伴い2006年に統合され、ファーストキャピタルコネクトによる運行となっていた。2012年、これらにサザンの路線モートサウスイースタンの一部列車を統合し、テムズリンクサザングレート、ノーザンフランチャイズとすることが発表された。新フランチャイズ設置のスケジュールは入札招待状の 発行が2012年10月、落札者の発表が2013年春、新列車運行会社の運行開始が2013年9月とされていたが、インターシティウェストコーストの入札での問題を受けて、新たなフランチャイズの入札が停止されたことにより、2013年1月に、引き継ぎを2014年3月に再設定することが発表された。2013年3月、 ファーストキャピタルコネクトの運行終了日が2014年9月13日に再延長されることが発表され、同時に投資や変更の規模から新フランチャイズがマネジメント契約の形態を取ることが明らかにされた。2013年9月、入札招待状が改めて発行され、ゴーアヘッドグループが65%、 ケオリスが三十五パーセントを出資するゴビアが二千十四年五月二十三日に運営権を獲得した。二千十四年九月十四日、ゴビアテムズリンクレールウェイがファーストキャピタルコネクトから百二十二の駅からなる路線網と二十六両の車両を引き継いで運行を開始した。また、同年十二月にはサウスイースタンと共同で運行されていたセブノークス発着列車が ゴビア・テムズ・リンク・レールウェイに完全に移管された。2001年に運行を開始したゴビア参加のサザンからは2015年7月26日に運行を引き継ぎ、これによって乗客数、従業員数、車両数からイギリス最大の列車運行会社となった。なお、テムズ・リンク、グレート・ノー・ザン、サザン、ガトウィック・エクスプレスの各ブランドは分離されており、 特にもともとゴビア参加であった校舎2つについてはロゴなどの変更は行われていない。前述のようにロンドン周辺で行われる大規模改良により収益が不確実であるためゴビアテムズリンクレールウェイの契約は通常のフランチャイズとは異なる特殊な形態となっている。通常は列車運行会社が運賃を全て収益として運営権料を 運輸省に支払うところ、ゴビアテムズリンクレールウェイでは7年間で124億ポンドと予想される運賃収入は運輸省に収められ、代わりに年間89億ポンドがゴビアテムズリンクレールウェイ側に支払われる。これにより収益に関するリスクを運輸省が負い、ゴビアは支出に関するリスクのみを負うことになる。2016年6月、 ゴビアテムズリンクレールウェイのサービス水準の低さが批判される中、ゴーアヘッドグループがゴビアテムズリンクレールウェイの収益が減少することを明らかにし、同社の株価が18%下落した。テムズリンクはサービス水準がイギリス最低とされ、サザンでは2015年4月からの1年間で8割の列車が定時に到着しておらず、ワンマン運転をめぐって、 労働組合との間で対立も起こっていた。定時性向上のため数週間にわたって、サザンの列車の15%が運休となった後、ロンドン市長サディックカーンは2016年7月12日、ゴビアテムズリンクレールウェイの運行権剥奪を唱え、7月16日には、ニ営政務次官、クレア・ペリオニールが辞任した。テムズリンクの路線ズテムズリンクネットワークは、 セントパンクラス駅とブラックフライヤーズ駅の間を中核としてロンドンを南北に縦断する路線網でテムズリンクブランドで運行される。北端はベッドフォード駅、ピーターバラ駅、ケンブリッジ駅、南端はサットン駅、オーピントン駅、セブノークス駅、レーナム駅、ホーシャム駅、ブライトン駅、メイドストーンイースト駅などであり。 ガトウィック空港駅やルートン空港の最寄り駅であるルートンエアポートパークウェイ駅にも停車する。なお、従来の北側の乗り入れ路線はミッドランド本線でありイーストコースト本線とは2018年5月のカナルトンネル開通によって直通運転が開始された。これに伴いグレートノーザンブランドの列車の多くがテムズリンクに組み込まれた。列車は 以下の路線を走行する。2020年5月実店での平日オフピーク時のダイヤは以下の通り。グレートノーザンの365系グレートノーザンルートはキングスクロス駅及びムーアゲート駅を発着し、イーストコースト本線とその支線区を走る近郊列車の路線網であり、グレートノーザンブランドで運行される。前述のカナルトンネル開業によって、グレート ノーザンルートの列車の多くがテムズリンクに組み込まれており、日中に同ブランドで運行されるのはノーザンシティ線への直通列車とキングスクロス駅とケンブリッジ駅の間をノンストップで運行し、フェン線に直通する速達列車のみである。なお、ピーク時にはキングスクロス駅発着の純速達列車や普通列車も運行しており、これらの中には オフピーク時にはないピーターバラ駅発着の列車も存在する。列車は以下の路線を走行する。2020年5月実店での平日オフピーク時のダイヤは以下の通り。サザンの377系、サザンはロンドンビクトリア駅とロンドンブリッジ駅をターミナルとし、サリー、イーストサセックス、ウェストサセックスを中心とした路線網に用いられるブランド名である。 ロンドンの南側が路線網の中心であるが、バッキンガムシャーのミルトン・キーンズ・セントラル駅まで足を伸ばす列車も存在する。なお、ブランド自体は、同じくゴビア参加であった先代のサザンから引き継がれており、2003年にサウス・セントラルから解消した際に制定されたものがベースとなっている。列車は以下の路線を走行する。2020年5月での平日オフピーク時の ダイヤは以下の通り。ガトウィックエクスプレスの387型。ガトウィックエクスプレスはガトウィック空港へのアクセス列車であり、ガトウィック空港駅を通ってロンドンビクトリア駅とブライトン駅を結んでいる。なお、平日ピーク時を除き途中停車駅はガトウィック空港駅のみである。列車は以下の路線を走行する。二0二0年五月実店での平日オフピーク時の ダイヤは以下の通り。ゴビアテムズリンクレールウェイは239の駅を管理しており、5000万ポンドをかけて以下の改良を行うとしている。ダイヤ面などでの主な改良は以下の通り。テムズリンク 700K グレートノーザン 365K グレートノーザン387型グレートノーザン717型サザン 171K。 サザン313型、サザン377型、サザン455系がトウィックエクスプレス387系ゴビアテムズリンクレールウェイによって新たに導入された車両は387型、700系、717型の3種類である。387系、エレクトロスターには運輸省が主導する形で、テムズリンクに導入された387、 1>, 1型とガトウィックエクスプレス用にゴビアテムズリンクレールウェイが独自に導入した387、2系の2つのグループが存在する。前者は700系導入の遅れに対応するため2013年7月に4両編成29本が発注され、2014年12月から2015年7月にかけて導入された。これらは319系の一部を置き換え、 700型が導入されると2016年頃からグレートノーザンへ転属した。387、2型は4両編成27本が2014年11月に発注され、2016年2月から順次運行を開始して442型を置き換えた。なお、校舎の一部についてもガトウィックエクスプレスへの投入前にテムズリンクへの充当が行われている。 700系デジロシティは運輸省の主導によりテムズリンクに導入された車両でシーメンスによって8両編成が60本12両編成が55本製造されたこれらは当初2012年の導入が予定されていたが落札者の発表が2011年契約締結が2013年納入開始が2016年と大幅に遅れたため387型の製造が 行われている。700型は2016年から2018年にかけて営業運転に投入され、319系、377型、387型を置き換えた。387、1型と700型は合わせて、グレートノーザンの317型、321系、365系の置き換えを行っている。717系、 デジロシティは、ゴビアテムズリンクレイルウェイが、グレートノーザンのノーザンシティ線直通系統を向けに導入した車両である。700型に類似しているが前面に非常扉がついており、6両編成25本がシーメンスに発注され、2018年9月から営業運転についている。これらは313型を置き換えた。これらに加え、 171系2両編成2本、4両編成2本が増備された。また、ブランド間の転属車両としては、グレートノーザンへ転属した387型のほか、サザンへの転属が行われた377型が挙げられる。テムズリンク319系テムズリンク377型グレートノー農山313型グレートノーザン三317。 ガタガトウィックエクスプレス442系。ありがとうございます。